玉木吉野城は、日本の政治家、実業家。玉木恵夫社長。1886年8月11日、和歌山県名ぐい内海村で、吉田万衛門の三男として生まれる。和歌山中学校修行。1902年に渡米し、1909年まで南カリフォルニア大学で政治経済学を学んだ。帰国後。 玉木菊野の養子となり、玉木メンプ工業者を創立し、事業を拡大して1919 19年には、株式会社組織に改組して、社長となる。和歌山県織物同業組合長、和歌山県織物工業組合理事長、日本面織物工業組合連合会理事を務めて、業界の発展に貢献する傍ら、南海ガス工業株式会社監査役、 内海防疾株式会社常務取締役、玉木恵夫染工株式会社社長、湘南工業株式会社社長を兼ねて、地元の実業界にも貢献した。1915年、内海町会議員に当選した。また、海藻軍会議員、和歌山県商工経済会会頭、和歌山県商工会議所を歴任した。 1927年には、和歌山県会議員に、改装軍から選出されて2期4年務め、任期中の1931年10月には、和歌山県参事会議に選ばれている。1932年の第18回衆議院議員総選挙に、立憲政友会から出馬し、当選したため、和歌山県会議員を辞職した。 衆議院議員を2期務めた後、戦後の第1回参議院選挙に、和歌山地方区から出馬し、元貴族院議員で、紀州徳川家当主、徳川頼貞に次ぐ75,383票を獲得して当選する。しかし、第2回参議院選挙では、新人の永井純一郎に敗れて正界から引退した。正解引退後は、地元の実業界に復帰し、 1951年に創立された海南商工会議所では回答を6期連続で務めるなど存在感を示した。また、和歌山県教育協会会長、海外引上げ援護協会会長をはじめとする公職も務めた。1956年4月には織物染色を海外へ進出させた校で乱受報賞を受賞した。 1961年4月7日、死去。去年76。生前の功により生後位、君三等旭日中受章を追贈された。ありがとうございます。